ではお願いします。これ基本4時までなんで、1時間ぐらい喋るんですけど、もう雑談的に行くから途中で止めてもらっても全然いいしって思います。で、なぜこれがあるかって言ったら、俺自身がなんか勉強したいなっていうか、こう確認したいなっていうかね、まあ、めちゃあって、でなんかやっぱりスタートからこう65になるんやけど、ずっとこう経緯を見て、で前見て歩いてるんだけど、この振り向くとなぜこうなったかっていうのは未来じゃなくて過去にあるわけやから、あの過去ずっと追求していくと、ああなるほどなっていう、ああだからこうなるんだなっていう、でこういう考え方でこの行動をすると何かしらちょっとずつ前に行くんだなっていうことが分かったから、そのことをこう、あのあこれこれあの見たくなるんで、でね、それをだからこうどのぐらいこう伝えることができて、何か影響を与える、いい意味で影響を与えることができたとするならば、俺が知らないところでその人たちが何かしら今よりもこう考えたら整理整頓できて、何か自分のこう理想っていうものをちゃんと作れて、だって理想って言ったって、あなたの理想なんですかって言われても、はっきり文言で答える人はいないし、と理想ないんだよ。理想って言葉はしてるけど、理想っていうことを決めてなかったら理想に近づけんわけやから。だけどどっかでなんか、まあ平田さんいつもおっしゃってるように、たくさん聞くけど、同じ話の中で毎回その感じ取ることは、こう感じ取り方、感じ方は変わっていくのは、自分の今のこの心の様相によって、同じ本読んでも同じ人の話聞いても変わっていくんだっていうことが一つあると。でそれは全部やらなくてもいいから、一つこれをやってみようと思ったことはやり続けると、何かって自分が変わってきたことがまあ理解できたっていうので、まあサポートしてくれていて、でこの書もやっぱりまた自分のステージの中でそれを表現していって、それに伴ってやっぱりこう良くなってるっていうか、掲げ出してる人いっぱいいるから、まあ、そういうその集まりにしたいなと思ってやってるんで、別になんかこう俺はこうやってじゃなくて、まあ、自分の勉強のためにやっていきたいなと思っています。で、まずね、俺最近思ってるのは、なんかこの何をもってこの人間の悲しみとか苦しみとかね、こうマイナス方の感情とか喜びと楽しみっていう心の揺れ動きってこうあるんだけど、でもこれがなぜ起きてるのかっていうことがはっきり分かったら、なんかコントロールできる自分の気持ちを。だって人間って結果的には、あの人間関係やし、心の揺れ動きの中でいろんな感情に触れながら右往左往して、こう波にこう飲まれるように生きて生きてるから、安定ってないじゃん。でそれは何やねんっていうことが、それとなくなんか論理付けられて、なんか自分なりに決定したら、それに伴って生きていくと、その悲しみとか苦しみとか喜びとか楽しみとか、この喜怒哀楽に飲み込まれず整理整頓できるなっていうふうに思う。まずね、それずっと考えてきて、最近ちょっと分かってきたんやけど、あなんかね、信じるか信じないかっていうのは皆さんも別やし、俺自身も分かんないんやけど、なんかこうやっぱり、あの人間って生まれ変わるっていう大前提の中で考えるときに、死んでも一旦その肉体を滅びても、その魂っていうのは人間になるか犬になるか分かんないけど、あの因果応報っていう、要するに生まれ変わるっていう大前提の中で考えてもらったら分かりやすいなと思っていて、でもともと何か持っているものがあって、何かしょってきて今村よしみっていうのが生まれてきて、このようにね生を受けました。でそれは今村よしみっていう人間のその光っていうか、このどんな色の光か分かんないし、激しい光か分かんないし、なんか分かんないんだけど、それぞれが違うその光を持ってるっていうふうにもし決めたとするならば、そのもともと持ってる光を通して、次は心があって、心っていうのはそのフィルムなわけで、でこのもともと持っているその人それぞれの個性、光っていうのを、まあ、個性とするならばね、これの光、個性に伴って心があって、どんな考え方、どんなことを今その持ってるのかっていうことを
照らし出されてここにフィルムのようにこう映像として現れてるのがこう現象なんですよ。でこの現象は何かって言ったらもうこれ映し出されてるからこれも変わらないんですよね実際。でそういうみたいに分かりやすく言うと今2月だろ、で1月の売り上げは低かったで赤字になりました例えば、で1月の終わりに月次で数字出しました、で月次決算書を作りました、で2月入ってから見てこれ低かったらみんなどうしようって不安になるじゃないですか、なんでこんなんやばいなって言うし、3月儲かるやんか12月例えば、じゃ嬉しいやん、はい、な月末に多分集計取ったら手書きでもいいし、えぇーっつって3億円儲かったとかもないけどな3億円儲かっためっちゃ嬉しいやんな3億円まあまあ300万かもないんだけどな、嬉しいやん、そやけどなんぼ喜んでも500万ならへんやんかね、不思議じゃないですか。いや300万儲かって喜んで400万になったら喜んだらやん、ま、マイナス100万でめっちゃ悩んで反省してごめんねごめんねって謝ったらな、ご自分なんか謝ったらええし泣いたらええやんな、となんでなんでなんと思いませんか、いやマジで不思議じゃない、なんでうまくいってこの現もう映しさしまってるもんもね、1秒後は過去やのになんで過去を見て変えられないを見てなんでねそ悲しんだり喜んでするのって思うのか、そしたら儲かったからって言って別に喜ばなくてもいいし一緒やから、何ば赤字でも泣かんでええやん、何かだったら変わらへんやからっていうことでしょ。例えばいやいや昨日信号止まってん、ほんならな車ドカーンと突き寄ってん、でそんなことやな言うとおりできはったのおじいさんが、はぁ何しやがんねえと思って腹立つやん、車へこむし頭にゴンゴンってなって、これ作り話よ面白かったやろ例えばリアルすぎてやろいやいやその時そう思うやん、その時は売り上げ下がって悲しいと思うのと一緒やんか、パーンとられてつってな、すまんこっちゃなでしょ俺できておじいさんよってそんなとこでもやん、だけど病院行きましたそのまま、ほんならこんだけ車当たってんのによう首とか怪我とかしませんでしたねつって、マジっすかつって、ほんでおじいさんどうですか、おじいさんもピンピンされますわってなって、その時に例えばな何しゃあんねんと思ってな、医者で取ったろうとか怒ったろうとか思った心は乱れるやん、だからついてるって思ったと思うの、あの状況で俺大きな怪我もせんと相手のおじいさんもあんまり怪我せんと俺ってついてるやんと思ったら、この現象は同じやけど捉え方で変わるやんってことでしょ。ってことは今起きてることは一緒でもどう捉えるかっていうことの連続の先に何かこう未来かなの違いこのこうあるんじゃんって思うんですけどね、意味わかりますか、あのね待遇和尚の一問一答というのがこれはね見んわよ、見たらずっと見たくなるからな、あるでね、なんか言ったら例えばその日々毎日毎日同じことの繰り返しをしてると主婦の方のそのあれだけどなあって、で毎日毎日同じことを繰り返していると朝掃除する例えば洗い物をするとか洗濯するとかっていうことをずっと繰り返していくと、もうこの繰り返しに加藤キョッタ鍵閉めろいやいやいや開いてない開いてない、あ開いてるって、ちょっと待ってちょっと切るわ、そういう質問なんですよね。でその時にまあ、和尚が言うには僕も家事やってるし、ね、仕事もそうだしいろんなことって
で人生っていうのは繰り返しなんだって、同じことを繰り返すのが人生だし、この繰り返しの中でどうやってこうやりがい見つけるかとか、どうやってねこの自分の成長を感じるかっていうことをね考えたら、どうしたらいいんだろうねって話になってな。そうなったら、例えばその茶碗とか、そんなんですか、お皿とかスプーンとか、例えばお箸とか洗うときに、どうしたらより早くきれいに効率的にその洗うことができるかっていうことを考える、ね、仕事でも朝例えば9時から始まって5時までもう同じことの繰り返しの中で、自分が先その効率よく仕事をして、自分の与えた仕事をこなしきってできる、で30分余りました、そしたら何々さんつって、よかったら私仕事全部終わったのでお手伝いしましょうかって、何かやることありませんかっていうふうに考えたとしたらね、例えば同じ時間やから何しろ一緒やから、もうダラダラしてこの今日言われたことをただやるだけやったらどうなんていう、そういうふうに同じことの繰り返しの中にしか学びはないわけやから、どうやって工夫するかっていうことによって人生で変わっていくし、まあ、そういうことを、まあ、言ってる和尚なんかのもっと厳しいやつもあるけどね。そうなると、なんかやっぱり今言ってるみたいに、今起きているこう目に見えている、例えばその同じことの繰り返しだから、何かもう退屈だとか、もうやる気が出ないとか、自分の成長してるように思えないっていう映し出されてることあるやんか。それ自分の心作ってるわけやから、んで、それをさっきみたいに、どうまた痛いなすねみたいな、なすまんことお湯で降りてきたおじいさん言うやんかいやいやいや、おるやんか。だけどそれ一緒でも、そのままな、もうずっとの家帰って、もうやっぱりだいぶいいけど素直なやろっつって、多分俺はムチ打ちや言うて、ムチ打ちする人ないやん、もうな。で大丈夫、医者行って保険から金もろって、うん、な、今日調子ええわとか調子悪いわ言うてな、え、保険金もくすねて、そんなやつ人もいるやん。そんなん幸せになれますか。でこっちみたいに早く作業して30分時間余らして工夫してよ、お手伝いしますよって言ったらどうなるかって言ったらね、応援者現れるやん。この人がもし困ったら、私僕応援してあげたいなっていうの積み重ねやから見えへんやん、見えん、その時は。だからこれを3年5年10年20年やってみ、人生の良くなるの決まってるやんっていうことを論理つけてやると、なんか見えてくるけど、何も考えなかったらそのまま流されながら生きていくし、たまたまそれなりの人が目の前にいたらいうふうに導かれていくし、逆に足引っ張るような、ね、マイナスの要因持ってる人のところにたまたまその存在してしまったらね、そういうふうに流されていくしってなって、自分がなかったらそのたまたまの人生になるやん、いいも悪いも。で一緒にする時は良くなっても、また何か環境があった時に足引っ張るぞったら、ずるずる引っ張りながら落ちていくんだけど、気づかんも持っていくから分かんないじゃん。ね、同じことを1年2年3年5年10年ね、足引っ張り続けたら普通になるから、これから問題じゃないのが問題だと思うんですね。それ後から言いますね。それとね、これ多分知らんと思うんだけど、宿命と運命の違い分かりますか。宿命と運命の違い、俺もなるほどなと思って。宿命ってなんかもう何運命なんか特にさ、けど運命ってもう決まってるものなんか変えられんと思うやんか。あ、違うらしいね。宿命っていうのはね、変えることできひん。例えば親とか環境とか国とかって選ばんと、もう生まれ落ちた時っていうのは宿命やから、宿ね、命を宿すとこやから、生まれることってそういうことやんか。そう、変えられへんやんか、それは。だけど運命っていうのは命を運ぶとかから、その先の自分の人生を作っていくのが運命らしいでね。なるほど、うん、そうらしいねんか。思わず君もメモするか、パトロー、ちょっと待ってあげようか。これもうカットして YouTube あげるからね。加藤君来たから途中で切ってもうてん途中なんできんかって一回切ってもうてん。ほんでね、例えば太閤秀吉は
下層って要するに百姓で、水飲みっていうか要するにもう一番下の小作人やんか、その土地 を耕す一番下級層やんか。だけど天下取ったでしょ。お釈迦さんはもうな王子様ってめちゃくちゃ裕福なところで生まれたらしいんか。だけどそれは宿命やんか、低いも高いも。だけどお釈迦さんはその高い宿命のいいとこ生まれたけど、これを捨ててその仏の道に入って法を説いていってるわけやんか。でこれ変えられへんもんであってもね、それをどういうのようにして変わらへんもんなのにね、例えばたまたまその貧乏のとこに生まれたからね、たまたまこの国やったから、たまたまやこんなんやから、たまたまこんな環境こんなんやったから、たまたま学校の先生こんなんやったから、たまたま高校の野球のねコーチはこうやったからとか監督こうやったからと言ってもね、そんなんで、ね、もうその環境っていうのも変わらへんわけやし、生まれたところなんか特に変わらへんわけじゃないですか。いや俺も日本のなんかちょっとややこしいこと生まれたから、ちょっと一回もっと戻して、お母ちゃんのな腹の戻して、僕アメリカ人になりたいんだよ、でもなれへんやろ、そんな一回生まれてもうたもんな。だけどそこに執着するんだわな、帰れへんのに。だけどそんなことはもう帰れへんもんに対しては言ってもあかん。さっき言ってみたいにこの光があって、その特徴があって、フィルムがあって、フィルムを通してこう映し出されてるこの現象があって、このもう現象そのものは映し出されてんねんから変わらへんやん。生まれたとこは変えられへんと一緒のように、でも変えられへんのにそのことを悔やんだり悩んだり、それの責任者としてもね、環境としての責任しても何も始まらへんっていうことなんですよ。でね、例えば運命っていうのは、これも第五章の一問一答の中にねあって、50歳代でこういう人あれやったのか、仕事をなくしましたね、でお金もなくしました、財産もなくなったっつってね、僕はもう人生終わりだと、ね、これは運命でしょうかっていうふうにねこう問い出してきて、その時にその第五章っていうのがその宿命と運命の違いについて問うたわけでね。だけど運命っていうのはその自分がこう作ってきたことやし、これからやることで運命って変わっていくんだねっていうことは、その宿命と運命の違いのことは分かった、俺も聞いて一問一答やから、その聞いてるかどうかはね、その本人が ね。でその時にね、ないものに対して執着を持つんじゃなくて、ね、ないのにないものはないんだから、なんでないんだって、お金がとか、ね、財産がとか仕事があっていうことでしょ、変わらないでしょ。でその人は言ったのはね、僕には分からないけどこの何々さんはね、その自分で財を築いた人じゃないと思いますって言ったんだよね。なぜなら自分で財を築いてきたっていうことになれば、もう一度やってみようっていうねエネルギーが残ってるはずだから、財産なくすっていうことはそれなりの財産あったんだから。だけどこの第五章はおっしゃるのは、何々さんはきっとあなたが築いてきた財じゃないと僕は思いますって、その上で処方箋を今からお伝えしますねっていう話なんですよ。面白いでしょ、なんか俺プロフェッショナルな喋り方、まだ大和尚に近づいたらちょっと気配でいけんな俺そろうかな、もう。いやほんでね、いやそうなんですよ。そしたらこう言ったんだよ、ないものはないんだ諦めるでしょ、だけどあるものをね考えたらどうですかって言って、ナイナイさんってあなたはね時間はあるでしょって言ってんだよね。そのとおりね、起きることはできますかって言って、あることもできますよねって、話はできますかって、たくさんありますよって話なんですよ、ね、それなら今の日本はね、その就職なんじゃないから、仕事なんぼでもあるからね、最低でも10万かそこらはね稼げるって、そのうちの9万9000を生活になったとしても1000円残るんでしょって、この1000円は12ヶ月で1万2000円でしょって、それは蓄え、財産なんです。財産ってね多い小さいじゃないんだよって、自分で働いて手にしたお金を残していっ
って財産を作っていくんだからって。だからもう一回言うけど、今ない金とか財産とか仕事はないっていうことにこの目を向けて、自分が何もしないことの理由にして逃げたらダメですよねって僕は思いますって、ね、でもう一回俺は言うけど、例えばその時間はあります、ありますよねって、あることもできますよねってね、話もできるでしょって、あることいっぱいありますよねって、米びつにはお米があるでしょって、ああそうだよねって思ってね、やっぱりこの厳しい時代だからこそ、やっぱりないものをね要求していくね、また言うけど絶対で働き手が少ないから、ね、売り手市場やから、あれもくれこれもくれって言ったら、この子たちでどうなっていくんだろうなっていうねことに対して怒りじゃなくて、そのやっぱり心配するっていうか不安になる俺がねっていうことにこう結びつけていくと、要求されても腹立たへんし、それでええんかお前ら逃げんなってお前純粋に思えるしね、言い方は別としてっていうふうに思いました。それとね、待ってください、次いきます。そこまではちょっと分かりましたか、は雰囲気的に。あ、それとね、ちょっと、ま、話飛ぶんですけど、あの日本のね人口の推移っていうか、これどうなっていくんだろうなってことはもう軽くでいいし、一応しておいて、イメージ的にこうなんやっていうことをね、あの分かった方がいいなと思うんですよ。でもざっくり書いてきてるんで、ちょっとだけメモしてもらっていいですか。ね、1945年なんで、これ昭和20年なんですけど、敗戦直後の人口なんですけどね、負けて、で戦後79年経ってるんですけど、1945年に7200万人になってるんですよ、人口ね。で1967年昭和42年に1億人超えてるんですよ、1億人超え、22年間でね。で2004年になったら、ね、1億2800万になってるんですよ。で2008年をピークに減少し続けてるんですね。2008年にねピーク一番高くなってるんですよ。それがね1億2808万人、これが一番なんですよ。で2024年1億2409万人に減少してるんですね。で2100年になったらね、まあね2050年になったらね1億人も切るんですよ、一応ギリギリね、2050年に、ね、2100年になったらね6800人になるんですよ、半減ってまあ言われて、まあそういうイメージですよ、イメージで、50歳以上がもう半分以上なんですよっていうふうに言われても、まあ、そういう感じになってお年寄りが増えていくっていうことなんですよ。でね、どうなってくるかというと、もう老人大国日本やし、少子高齢化だし、人口減だしっていうなった時に、社会保障ってあるじゃないですかね、社会保障ってあって、要はするにもう年金、厚生年金とかね貯めていってるじゃないですか、これなんとか昔だったら60とか65とかこれ70になると思うんだけど、これであと70まで当たるとしても100歳だと30になるんでね、でどんどん減額になっていくし、で積立額は増えていくしっていう、積立ないんだけどね、支払額増えていくしってなるでしょ。そうなったらね、あの多分これも法案今通そうとしてるけど7万円台になると思うんですよ。で厚生年金あるでしょ、国民年金あるでしょ、一律になる可能性も高いし、そんな掛け率は倍ぐらい払ってするんですよ、あの高所得者は。だからもらうの一緒なんですよ、7万6千円ですよね、生活できないと思うんですよ、どうなっていくねんっていうことを、ちゃんと俺たちはねもう65やしなんとかなるけど、若い人たちのためにね、我々のね そこそこ引退に近い人間も含めてね、何かしらできることないんかっていうことを考えないといけないし、だけど一人一人のね若い人の生活を俺が守るにいかないから、
なるべく多くの人に逃げるなよって、こうなるよって、だからどうするんだっていうことをね、俺ももちろん言ってるけど、ここに来てる人とか、ほんま SBC の、ね、経営者の方々がそういうことを唱えていくような組織になったらね、社会的地位はめちゃあると思うんですよね。ああいうこのやってこうあるけど、まあ楽しいだろうけど、もっと社会的にこの自分らの組織がね、こうやっぱりいい方向にね、リーダーシップ取っていくような組織にしようでっていうこと、運動をねしていくべきだと思うし、それやったらまあまあこの刑事である、あの美容師でいいよねっていう、美容師の仕事ってこれから良くなるんだよっていうね話を学校に行くんです、これからね、まず刑事やって、でこれを関西全域でとか全国でやっていけたらいけたらいいねっていうふうに、まあ俺は考えてて、個人的にはね。でそうなったらね、そこでその子供たちに、前も俺北大津高校でね話したけど、聞いてるか聞いてるか分かんないよそれは、ね、聞いてくれないからもう言わないとか、気づいてくれないから、認めてくれないからもう言わないって言って、言っても言っても聞いてくれへんやんって言って、やめんな無責任やから、聞いてようが聞いてまいが、理解しようが理解しまいが、俺はやっぱ言い続けることにこれ責任もあるし愛情あるからと思うから、そうなった時にね、あの分子と分母の問題でどんどん知らなくなってくるから、若い人減っていくわけじゃないですか。でこの人たちが、この少ない人たちが多くの人の生活を守っていくでしょ。自分のため自分、兄さんみたいなの自分の積み金じゃないんでね。あ、うまく考えたのは、今支払ってるのを次の人のために使っていくって、だから感謝の気持ちを持ってね、お支払いしましょうねっていうことやけど、もう構図が変わるのは政府は分かったはずやしね。ね。だから年金制度がねできた時も、初めからこんなもんね、あんな賢いやつがいっぱいいんねんからね、普通考えたら人口減になるし老人宅になるの分かっていながらあの構図変えとるわけやから。だけど言ったように、それをね国が悪いとか政治が悪いって言っても何も変わらへんやから、知っていても目の前に映っていたとしても速攻を逃げ場にしたらあかんと思うんだけど、でもちゃんとその映し出されている今の現象っていうのはちゃんとその見て知って、だけどこれ逃げ場にしないのが大事なんだよね。だけど何ができるのかって考えないとじゃないですか、ね、そうなったらどう考えても、まあ、たまたま今株は上がってるけど、あんな一時的なことやからね、それにまつわる人間の子だけやから、上がっても下がるから、まあ、あれもな、まあまあ後で言うけど、それもあってその保証していくっていうか、若い人たちは物価も上がっていくでしょ間違いなくね。でその給料はそんな日本が一番上がってないじゃないですか、お給料は。で国は給料上げろ上げろって言ってるでしょ、分かります。それはやっぱり社会保障って、要するに年金ね、税金ね、たくさん払ってもらわないといけなくなるから、もう相当苦しくなるんですよ俺は、私たちは。どう考えて物理的に全体的に言えばね。だけどみんながみんなそうなるわけなくて、俺最後ね、やっぱりね、あの暴動になると思うんですよ。暴動を起きるぐらいの世界だと思うんですよ俺。だって食えなくなったらね、もう何でもそれになりますよ、なりますって。そんなもうね、強盗したり言いつけ、そんなもうそんなしゃあないんだって、生きていけへんやしね、そうなんでしょ。そういうことちゃんとこうなっていくんだって、物理的になるからねって、世の中はって。だからって海外に行ってね、生活はあるけど、だけどね、日本の国でそれなりに認められるぐらいの技量と能力とね、センスがあって結果出せる人間が海外に行ったら結果出るかも分かんないけど、日本の国でどうにもそのね通用しないような人間が海外行って成功できますか。いやいや、ガソリンスタンドでね、ガソリン入れて文句言ってる人間が、もう日本あかんでーっつって、これが世界や世界っつってな、俺もう世界一のなガソリン入れる人間なんねん、ないやろ。いや、ない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 な、いや日本あかんから海外行って成功してるやつは、もともと日本でも成功できるやつがさらに海外行って成功してるだけの話だから、みんな海外行ったらええやん、ちゃう、そんなの、そういうことや。となったらもう
ほぼほぼ普通の人間は逃げ道ないねんから、待ったなしやし、退路を断つっていうことやんか。ね、だから現実を知らなあかんわけやんか、結果的に。で、分かりやすく言うと、さっき言ったみたいに、自分の時間、限られた時間の中で与えられた仕事を早くこなす工夫をして、毎日毎日同じの繰り返しのように思えるんだけれども、それを工夫して、結果を出して、ね、早い仕事をして、綺麗な仕事をして、ね、残った時間を人のために使うなんて、ね、一斉にもならへんやん。そうそう、応援者が現れるやん。応援者をが自然に現れるな、魅力的な人間になったら絶対豊かになるわ。ほっとかへんもん、返したくなるもんっていうことやん。一つで分かりやすく言うと、美容師だけとかサービス業に絞って話をするとね、どういうことかっていうと、一番サービス業の原点は何かって言ったら、来ていただいたお客様がいらっしゃって、帰る時にありがとう何々さんって、何々ちゃんとか何々くんとか言うでしょ。でこんなに綺麗にしてもらってって、また来るわねって、一生私の頭してねとか、俺の頭頼むわなって死ぬまでっつってね、もう寝たきりになっても来てやっつって、でなるいう方なこう感覚になるじゃないですか。例えばそうなるとね、豊かになるやんでしょ。何か言うたら、その人がもう要するに技術じゃなくて、その技術の上は何かって言ったらデザインじゃないですか。技術なんか売れないからもう、ね、技術っていうのはデザインがあって、そのデザインに近づけるための技術やから、技術じゃないね実は。俺の仕事ってデザインもするけど技術もするし、設計するけど施工もするね。このだから、例えばこの壁の色はこの壁の色にして、そんで作り、その家具は家具屋でこう仕立てて作って、この素材でこの色でこの表面の加工でみたいなことを想像するじゃないですか、ね、デザインになって、で想像したことを職人に投げて、それを作ってもらって合わせてみて作ってみて、よしと思うやん。これはデザイナーの仕事でしょ。で職人は言われたことを作るだけじゃないですか。で俺らの時はどっちかっていうと、もう職人っていうか技術者だったんですよ。うまく切り揃えるとか、正確にカットするとかっていうもんなんやん。でもう一回言うけど、技術があるでしょ、ね、次はデザインあるでしょ。この上は何かって言ったら俺やねん。やっぱり俺をおるねんって、君をおらないとダメなんだって、もう利己としちゃうねんって。付加価値って言うでしょ。付加価値って、付加価値っていうのはね、もともと持ってるものに、この例えばすごい美味しいチョコレートなんだけど、このチョコレートにどんなラッピングするかっていうかね、どんな色のどんな素材をこう巻いて、こう巻き方はこうかなとか、こうかなとか、こう縛る紐は何がいいのかなっていう、あれじゃないですかね、わかります？これデザインでしょ、ね、でそのことはまずやった中で、もうその人物そのものを売れるっていうね、領域に入っていかなと思うのか。それはいろんなことをこう学習するのもあるし、本当に綺麗にしてあげたいなっていう気持ちがあるならば、いろんなことを前のことを覚えていて、この仕草の一つも全部覚えていて、そのことでこうね、前回来れた時にこうでしたよねってね、帰る時にこういう話した時にちょっと目をねこうそらされましたよねって、めっちゃ気にしたんですけど何がありましたかって言うやん。めっちゃ嬉しいと思うね。例えばね、いや例えばその前も言ったけど、東京にカナン長崎っていうねからのまあまあ有名な講師がいて、で彼言うには、要するにそのカラーにしても付加価値だから僕を売るんだっていう話なんですよ。で季節の色を調合しましょうみたいな、オリーブとオリーブをこのね3センチ2センチとかなを混ぜますねって言って、
このカップのとこ2センチね、こうやってチューブするんでね、でこの2センチのオリーブ混ぜて染めてみて色全く変わんないでしょ、うんね、でも先生が長崎さんが私のためにオリーブを混ぜてくれたんですよねって長崎さんまだ来ますってすぐなんですよ。でももう長崎売ってるの、ね、この域になるような美容師育てるっていうことにしたいなと思ってね、一時的にね支部長などとしても、でこの人たちがまた魅力店やってまた次の魅力店の美容師作っていくった時に、ね、20年30年50年後に美容の職業は社会的地位はね高まっていくと思うんだよ、ね、いやほんま下請けの大工と宮大工と違うじゃんね、宮大工あれはだからずっともう何千年続く技法変わらずつい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 ね同じことを教えながら技を築いていってるじゃないですか、ね、職人の文化だって職人っていうのは何かって言ったら必ず誰かに教えてもらっているんだけれども、だけど誰もが必ず誰かに教えてるんだね、これ継承っていうんだろ、これつまりね習ったことを次にバトンタッチするって言って、でそんな時に例えば3本バトンもらった人はね、日本酒渡さへんかったらねやっぱり魅力にならないんだよ。3本バトンもらったけどね、で俺はだから教えてもらったんて3人ぐらいやけど、俺1000人ぐらいの人に喋ってるからね、もう300倍ちょっとやんかみたいな、そらそれなりの人生のあれやろと思うねんか。別に技術だけなくていろんなことね、みんなの目で話させてもらったりとか、1000人の会員の中で例えば文章送ったりとか、あのなんかそういう雑誌出したりとかするじゃん、それは職人文化やしっていう、そういうことをねやっぱりね伝えていかなあかんし、だから Z 世代分かるけど、あのそれに対してのあのなんちゅうかな不安ちゅうか、それでいいのって、ちゃんとやらなあかんでって、逃げんなよっていうふうにね、あのどこまで伝えていけるんだろうなっていうことをあの感じていかなあかんなと思うし、そのためにやっぱりこういろんな数字もある程度していてあの言っていく、だからあのもう俺がもし現場やったら、昔だったんだけどね、現場やったらね俺やっぱりね後頭部に向かって言うな、まずレジ行ってるやん、例えばレジってこうやってやって書き込まれた時に、やばいね今やったらね、やばいね Z 世代っつって、人口こう減ってこうなってっつって、年金こうやしって、やばいもう食ってけんやばいなっつってね、だけど売り手やしなっつって、俺はもし現場店長だったら分かるって、給料もな言ったら予算くれるとこいっぱいあると思うし、休み言ったらくれるし、有給もなんやかんや言うて SNS 調べたら正しいこと書いてあるからな、で自分でも正しいと思ってね、店は全部悪やと思って要求したら聞いてくれるし、なんで分かるってやめたら困るから、それだけやから、お前別に愛されてないからっていうことやめたないやいやいや、そういうことやんか、そういうことやろな、それはええと、別に要求しろって、時代背景は仕方ないっつって、だけどそれを理由にね、前向きに頑張ってる人間の足引っ張るようなことをしたとしても君には何のメリットもないっつって、それ無責任に言うんだろって文句言ってみえってね、井戸端会議やったらかまへんけど、ちゃんとね自分をね磨くためにね、魅力的な美容師になるためにね、人間になるためにね、お客様にありがとうって言ってもらうためにね、練習した方がいいってな、やろうよって言って、朝30分の練習は早いでって、俺一生懸命教えるからって、もう言っていいよって、いやでやめてもいいよってね、だけど30分だけやろうよって、それぐらいのねエネルギーやったらな、いやいやでも今日ったらな、その人来たら真剣に教えたとしたらならばね、多分ねここで頑張ると思うんだろうな。で、ここ頑張ってくれたらどうなるかって言ったら、自信つくし、信頼されてるなって思うこと以外にね、人間で自信つくとか喜ぶとかね、豊かな気持ちになるのないんで、やっぱり認め承認欲求強いんだよ人間っていうのはね。だけど自分が何もしなかったら変わんないじゃん。っていうのをね、いたらもう うちのこの規模やったらもう無理やから、もうねもうやめようかなと思って、マジでもうちょっとねもうちゃぶさん的な
もうどんどんこれ今から伝えていくけどと思っています。でここからね、今村五六っていう人がありますね。これ今までやってきたことも振り返りながらやっていくんで、言葉としてはまあ簡単なんで、生きてきた証なんで、俺の一番初めね、期限付き具体的目標っていうのをね、言って SB さんずっとやってるんですけど、たまたまね、たまたまその高校中退して、まあ中卒じゃないですか。一般的にはその学校社会の中ではね、落語者なんですよ。その時代でも高校卒業してる人少なかったからね、マイナスからスタートなんですよ。だから終わってしまったものを、さっき言ったみたいに、俺は中卒やからね、今こんなね、毎日パチンコ行ってんねんとか、なパチンコ行ってる俺が悪いんちゃうねんつって、スリッパで足の爪こんな伸びて、もうほんでもう赤がいっぱいついてな、俺スリッパでもう汚いねん、ま、色もわからなくないスリッパやん、なもう頭はげてあるで、タバコ吸いながらな、パチンコでもタバコ吸うとあかんらしいよ噂では、でもそれに負けずも吸いながら出てけ二度とんなおじいと言われてな、もうそうなとすよ俺悪いんちゃうねんつって、中退になった学校の先生がなっつって、今までしましたくんなって、あいつさえいんかったら俺の人生はバレられたはずやって言ってもな、何も変わらんやろな。だけど今思うのは、あの時中退して中卒やからこうなったんだって。さっきの話に戻ると、その海底市場やしマイナスやったし、俺はその昭和30年生まれの人間でも1959年生まれの人間でも中卒なんかあんまいなかったからね、マイナススタートや、だから逃げられへんかったやんね、日本一になりたいと思って、まあさっきの話戻りますけど、日本一になりたいって言って思いついたけど、二十歳の時にあるきっかけあって、だけどその働いた店はどうやったかって言ったらね、もうとんでもない遊び人やったんや、その先生がね、シーズンシーズンで遊びに来るんだけ、さっき話したけどね、で野鳥って知ってますか、ウグイスとかメジロとかホトトギスとかなんか分からへんけど、それ店にないんやん、野鳥取ったらあかんやんな、犯罪者やまいたら、犯罪してんのに来る客はまあ犯罪者みたいな客ばっかり言うたらいやいやな、で冬は鉄砲うちやからイノシシとか鹿とぶつハンターな、キーハンターちゃうで普通のハンターな分かるやろごめんね、分かったやろキーハンター絶対分かってるはずや、君分かってるはずだキーハンター、前か前、金ちゃんキーハンターってスナックがあるんですか、昔流行ってたから、あ分かった、あとからちゃんと聞くわね、もう一回いやほんで冷えで上がっていくんやんか、で上まで上がって、中腹ちょっと上まで上がって、で下に尾根立って、ここにマスター先生がその鉄砲をなこうやって構えて、でこうなんかなんていうのかな、こうなんか藁みたいなやつで隠して、こうやってこうやって待ってるのよ、こうやってな、で俺はずっと上がっていくやんか、で 何するかしてる、こういうねんか、おいやーおいやー言うてな、この山をなくぐるーって回りながら降りてくねんか、イノシシは「おなんや」っつって「若い兄ちゃん怒ってんな」と思って、イノシシを降りてくるわけやん、何やうるさいなお前朝からみたいな、イノシシが多分そう思ってると思うやんか、ほんでその待ってて待ってて、ドンってポンってポニッシュ持って帰ってね、店のその裏のところで釣って腹裂いて掃除する、こんな修行してて技術うまなるか、夏になったらな、よっちゃんっつって毎週月曜日な朝5時とか5時半とか起こされて住み込みやから、でその時その人は俺やる気ないから遊んだろうと思って優しさでやったと思う、多分な16、17とかそんなんやからな、ほんで行くやん、ほんでもう
今の写真あるけど釣りした。俺な釣り嫌いやねん実は。ほんま何の興味もないねん。なね、夏はもう毎週釣り、冬は鉄砲撃ちな。で暇になったら犬しろって言ってな、奇襲金だけど、よっちゃん暇やな、犬でも洗ってくれへんかって、犬のシャンプーしながらんだよ。えその白はまだ髪やんねや。シャンプーしたら俺も若いから舐めとんねや、奇襲金からカッコンでな、血だらけになってまたシャンプーしながら、今度は人間のシャンプーやで、おかしない。この状況の中から日本一目指してるんで教えてくれへん。二十歳になってやる気になって、そっからだから45年間あの期限付き具体的目標って言ってずっと目標なんだけど、45年間俺期限切るまでに45年間で一回も諦めてへんから、一回も諦めんとこの期限まだ来た、達成しようが達成しまいよ、それはバックボーンやから、だから期限付き具体的目標って。そこね、練習したら怒られんねん、電気代叩いちゃうで言うてね。ほんでもう終わったらあのレジあるやん、で夕方になったらチンって言わへんねんか、その店チンって言わへんねん、こう売ったらチンって言うやん、こうやってキャッシュで開くやろ、フォロワーが開かへんねん、なんかしろ開けたままやから、うん、な多分なあのな。ほんでこうレジから金取ってポケットに入れて俺と二人焼きに行くねん。あそこに漁師仲間おんねん、もうガラガラみんなで2時間ぐらいな漁師の話、そんな技術うまなるか。いやほんまな、鉄砲でおって腹裂いたり鳥に行ったりか魚釣りして、その環境でそっから日本一やで。だから環境とちゃうねん、人間っちゅうのやるやつやるからな。でそっからこう練習日本一になるからやりたいっつって、できたらちゃうねんっつって、で漁やったしな、布団かぶって怒られるから、で海鮮の上でなんかスタンドをこうなこうで、ここにあのウィッグ挟んでこう練習やってるのか、こうやってな、ここやで、ちょこウィッグこう分かる、こういうことね、分かる、こういうことこういうことで練習してんのか。ほんならやっぱり光漏れてんのな、光こう漏れてんのか、布団かぶってるからな、電気汚れるからパッとその先生やってマスターが、何してんねん、何してんねん、ここに浮くで、いやいや別に変なことやってるわけじゃないけど、いやマジで分かったっつって、よっちゃんもうそこまでやんやったらなっつって、一番奥のこの椅子お前すぐに作ったらええわって、そっからちゃんと練習する、そっからやからね、そっから俺10年間ちゃんとやって日本に4位になってから、世界で2位になってから、だから俺は言えんねん、もう環境ちゃう、やるやつやるし、環境としての責任しても何にも変わらへんし、俺はだから二十歳まではずっと環境の責任したし周りの人間の責任してきたけど、気づいたか、それ言い訳してるよね、今までの趣味って分かったし、それ気づいて、まあそこで日本一目指す自由にありました、一歩あったけど、だけどね、まあいろいろやってきたんやけど、それでまあ一つの期限付き具体目標って、常に目標っていうのは期限付きで持ち続けた方がいいよねっていうことが分かったし、その後生涯二十歳の時にこのたまたま思ったことを後々期限付き具体的目標っていう風な文言に変えた、で、ま、なるべく短い文言に落とし込んで決定しないと多くの人に伝わっていかないからっていうので、まずは一つ目は期限付き具体的目標で、二つ目はね、これはまたあれなんですよ、やるなら決めろ、決めたら迷うなっていうのあってね、何かしらそのやろうと思う、ね、こうしたいんだって言ったら絶対やるんだって決めないと、まずやってみてね、ダメやったらこっちにしようとかなくて、もう必ずやりきる、だからつまりそれはゴール決めた方がいけないから、できたら期限つけてやっとんよねっていう話で、で彼が言ってみたいにたまたまこの話したんですけど、例えば1年今年はこれとかじゃなくて、今年はこれやったらどうなるかって言ったら12ヶ月じゃないですか、で9ヶ月だったら三月しか残らないでしょ、で三月だともう多分もう行かへんなとか、例えば1000、まあ例えば10目指してたのにその10ヶ月経って5やったら5は10は行かへんやんか、諦めるからもう
それはどうなるかっていうとインターバルになるんですよ。もう諦めた瞬間にインターバル、この間はもう最初から立つせんの分かってるから、だからある程度ね決定していかないし、期限次っていうか遠くのところにやった方がいいなっていうのを考えたんですよ。でね、今言ったようにその3つ目はね、遠くに石を投げろっていうのを編み出したんですよ。みんなに言って、遠くに石を投げろ、遠くに石を投げるっていうことはどういうことかって言ったらね、最低10年15年とか20年とかで、10年とか15年後20年後なんか分かんないでしょ。遠くに石を投げるってね、思いつきでいいんだよ、根拠なんかいらんから。だってオリンピックとかでね、例えばワールドカップでもいいんだけど、テレビ見たら分かるけど、みんな私も金メダルとか私もオリンピック代とか僕もとかいっぱいいるじゃないですかね。あんなん根拠ないでしょ。君7歳だろって、君ね何言ってるのか分からない、金メダルって君7歳やな、なんで金メダル取れると思うのって聞いても分からないよいやいや、もうそんないじめやですよ。ほんなら、いやそうですもうやめときます、金メダル取りません、ね、言って終わるよ。すごいねって頑張るんだよって言うんだろ、なんで終わる。意味を言ってるだけやから大人もちゃんと聞き入れるやん。10年、例えば7歳だったら10年後、17歳やんか、10年後やんか、分からへん。だからそうだ、その7歳の子は根拠なんかないよ。見て、私もこうなりたいと思ってんねん、ね、僕もこうなりたいと思ってんねんか、そのこうなりたい、ああなりたい、こうするんだって一生思った気持ちを忘れへんかったらそうなる可能性高いやん。だけど普通忘れるやん、その時思っても。だからね、諦めたら忘れするやん。だから何回も何回もその忘れた諦めするから、それ自分の責任でしょっていうのも後でまた言いますけどと思います。でね、さっき第五章の話したんだけど、俺は工夫、反復、情熱っていうのを技術やってる時にね思いついたんだよ。工夫、反復、情熱っていうのは、例えばヘアスタイル作っていて今日うまくいかなかった場合、フロントの立ち上がりは電マンブラシ作っていたんだけど、明日ロールブラシの何ミリぐらいのやつでこう返しながら、ドライはどの角度でこう平行にするのか、例えば地肌熱くないギリギリにして光を風を当ててこの跳ね返りによって一番根元の近いところに何熱がいった時にこのブラシを冷める手前の時に持ってる時にこうなるんじゃないのって工夫やろ。じゃあそうするとその日のうちにうまくいかなかったことはそのうちに工夫すると寝る時に明日が楽しみねん、ね、だからまず工夫しなあかんねん。うまくいかなかったのに次どう変えるかっていうことを決めずに寝たらただ不安なだけやから、次もっと失敗してもええねん。だけど楽しみやん、工夫しとくと。でまず食うねん、何が起きてもこうなってうまくいってもこれよりうまくなるためにどうしたらいいのかって、下手になってもどうしたらよくなるんだろうなって、まあ工夫が大事ねん。でうまくいった時どうするかって言ったら反復やねん。うまくいったことが編み出したらこれ反復するね、やり続ける、同じこと同じこと毎日毎日同じことやり続ける、やり続けるために何が大事なって俺考えて、それは情熱やねん。うまくなりたいとか日本一なりたいとかどうしても100にしたいとかね、自分が決めたことに対する情熱、何が何でもそうすんねんっていう情熱。だから工夫、反復、情熱、これ自分で編み出したんやんで、へんとこりんやろ、間違いないと思う。人生って工夫、反復、情熱の人になったら必ず魅力的になるし必ず前向く、どこに行けるか別だから、何でか言ったらこの光はそれぞれ違うからね、もう恐ろしいエネルギーの光もいるし、緩くても優しくてもそれは光やから、その人の持ち場なんで、その人の生きていく道なんで、言い悪いじゃないんだよ。だけどもともと持ってる光の中でどれだけねいい現象を表現するか、
ほんでこの現象に対して良いも悪いも別としてちゃんとプラスに変える、つまり良い時にそのおごらず悪い時に腐らずっていうのも今村五郎君なんかあるんですけど、はい、あのね、さっき言ったみたいにね、主婦の話も一緒で、その同じことの繰り返しの中でどうやって工夫して反復して続けていくことによって何かこういい結果を出していくっていうことの連続の先に人生ってあるんだろうなっていうのがあってね。もう一つね、これはまた別の話なんですけど、お寺のね小道がね、和尚にね、毎日毎日僕は朝起きて経済を吐いて炊事もして洗濯もして掃除もしょうがないことの繰り返しって、僕はねもう疲れたって、楽しくない、だから仕事減らしてくれませんかって言ったの、和尚にね。和尚こう言ったんだよ、いいよって、何がダメ、何をやめるって言ってもやめてんだよ。だけどね、昼飯がね、その小僧だけにはね何もなかったよ。おでんにこうやって一個持ったんだよな、そのね、その自分のその小僧だけさ、ご飯なかった、昼飯の時なんで食べないんですかって怒りに行ったわけよ、和尚のところに。この小僧が仕事も仕上がらないくせにな、和尚、うん、こう言ったよ、小僧お前は同じことの繰り返しが楽しくないから嫌って言ったんだろうってね、朝昼晩3食も同じことの繰り返しだって、だからこれもやめたらいいんじゃないのって、朝と夜でいいんじゃないのって、こっちの仕事減らしたんだから3回も同じもね食事し続けるの同じこと繰り返しつらいだろうって、まあ教えてる、そういうことだと思うから、自分の都合のいいことはいただくけど嫌なことやめるっていうことでしょ。だから Z 世代と一緒や、売り手市場や、ね、何かってことでしょ。でこういう教え方もあるしっていうのを何かこう学んどくと、何かの時に自分のスタッフさんとかうちの SBC 若い人とかね、でも伝えることできるかもわからんし、こっちがやっぱさっき勉強しとかないと何かこう伝えられないしっていうふうに思ってなりました。あとね、もう一つはね、まだ1時間、見て見つめて見極めるっていうのをね、俺 SBC なんかで青年部じゃなくて教育部ってやったんですけど、その時にね、プロお金、プロにお金払って新人教育してもらうのやめましょうっていうね、2年間全国でね、新人研修ね、もうやめろっつって金払ってやってもらうんだメーカーディーラーとかねって、ね、何だか言ったら経営者の人は1年連れてきてね、挨拶だけしてお前頑張れよっつってね、講師に預けてお金払って、でそいつらはその SBC の若い経営者は飲みに行ってね、で酔っ払って帰ってきて「おごるぞ!」言うて「もうやめよ」っつって、だからもうそのインストラクターとか講師呼ばんと、もう手作りだろって、自分の子やから自分育てなあかんやろっつうのでやったよ。その時のスローガンが「見て見つめて見極める」っていうねスローガン、SBC の教育部の。それ何かって言ったらね、熊田千佳子さんっていうね、ミツマチマーヤってあるやんか、ファーボル昆虫記とかの原画書いた人がね、熊田千佳子さんって人なんですよ。もう亡くなりましたけどね。でもともとすごいその裕福なお家で育って、庭がめちゃくちゃ広い、で体良かったんですよ。で学校行かんと庭でね、その植物だとかその昆虫をね写生し描くのが日課だったんですよ、遊び。でたまたま行った時にその絵を持って行ったらしいんだよ、自分が描いた。で友達がうますぎるからびっくりして、すごいね熊田君っつって、その認めてもらえたっていうことがきっかけに、まあ体質的なっていうか、そのタイムがあったのかわかんないけど体も丈夫になった。で画家として始めていくんだけど、で終戦を迎えてね、第二次世界大戦を迎えて画材道具とかもう全て焼かれなくなったんですよ。その時師匠のとこ行ってね、もう何もなくなりましたって言って、どうしたらいいでしょうかっていうふうに言われたんだよ、ね、でその時にね、師匠はね、その先生は熊田君、君にはね
とんでもない才能があるから僕がね、だから全部はその差し上げるからいい絵を描いてくださいねって言われたらしいんで、ね、そうだったら普通ありがとうございますって話じゃないですか。でも熊田ジコボはね、いや結構ですって言ってその紙書くねキャンパスと 4B の鉛筆1本だけね持って帰ってんですよ。消しゴムないねん、どうなりますか、消せへんから。そしたら消せないからね、僕はそのガイドライン一本引くときに見て見つめて見極めてねガイドライン書いたんだって、あの父っていうね雑誌に書いてあったよ、もう20年ぐらい18年ぐらい目。その時に教育ってこれなと思って、ね、見て見つめて見極めるやつって、でそういうのやっぱりこう感性やから、そう感じたやつを全国にな、皆さん一人一人がスタッフさんを見て見つめて見極めてね、パッと見てこう見えてるけどもっと見つめてうーんどうやるなって、こっから見たらあなるほどって見極める、そうなんだ真実はこの子の真ん中俺なんやって分かって書くっていう、そういうぐらいやっぱり人様に対してこう興味持たないと、営業でもお客さんに対してそこまでね興味持ってやっていくと認めてくれるし、こっちも分かってくるから、見える見えないものが見えるようになったりとか、感じ取れなかったことが感じ取れるようになったら人間ってワクワクするし、もっと知りたいなってもっと感じたいなと思うじゃん。だけど諦めたらあかんし、なんかねでも宿命っていうか変えられへんことに逃げずね、運命命どう運んでいくんだろうなっていうことにやっぱりしていかないといけないなって思ってます。次ね、あの言っている行っている思ってるっていうのをまだ編み出したんですよ。人間っていうのはね、この対人で考えるときにね、対人で考えるときに俺が今話してることあるじゃないですか。でこうなんかあの身振り手振りとかね行っていることあるじゃないですか。それは目で見れるし、言ってることは耳で聞こえるじゃないですか。でも俺がそのどう思ってるかっていうのは 100% 分かんないじゃないですか、ね、でも俺も皆さんが言ってることは耳にちゃんと聞けるし、こう行ってることは目で見れるけど、どう思ってるかって分かんないじゃないですか。それはだけど確認できることは言ってることと行ってることなんだけど、思ってることは確認できないのにもかかわらず人間っていうのは相手の思ってることを知ろうとする、知りたいの分かる。だけど 100% 分からへんやったら追求し続けても変わんないかも分かんないし、確認できないから、そんなそこまで。だけど俺がそれまで認めることができなかった人がいたとするならば、その人も俺のことをおそらく認めてないね。それなら俺が社交辞令的に認めたふりするんじゃなくて、その認められない人に対していいところを見つけるために努力するとか、いいとこを見ようという意識を持ってくると、なんかその結果的には嫌いな人がいたら嫌いだからこそ俺が苦しむわけであってね、それをなくしていくと社交辞令的に合わすんじゃなくて、どっかいいところを見つけてきたら一番楽になるんですよ。あの今奈良でね、あの全然来てなくて息子さん来てる人がいるんですよ。名前言わないでこれね、 YouTube で、ね、大嫌いだったんだよ。もうな、名前言うとあかんで絶対な。だけどどっかのねタイミングね、このシャイなんやなって、シャイだからこそ俺に甘えてんやなみたいな、俺にそういうこと言うことによって自分を表現してるんやなって分かった、めっちゃ楽になった俺はね。その時にこの否定の先にはね、悲しみと苦しみもあってんやなって分かった、喜怒哀楽の。だけどその悲しみと苦しみはね、こう認めて、ああこれええとこあるやんと思ったけども、晴れ渡るんやなって分かった、本当に表面でいなくてほんまにそう思ったら。でやっぱりね、その認めるっていうことはね、その喜びと楽しみなんですか。否定したらね、悲しみと苦しみもあってるんですよ。なら否定しない方がいいんで。でも認めたふりするのは意味がないしと思うし、で言ってる思ってるっていうのはいつだって思ってることだけは
お互いに確認できんなっていうことが分かった。それはまたね、あ、メモってもらったらまた何かの時見てもらったらあーって自分で考えたら、あ、そりゃそうやなって分かると思うし、だけど文言としてね、言ってる、行ってる、思ってるっていうこうフレーズを覚えておくと確認しやすいけど、なんとなくしててもそれはね実践しにくいやん。だから短い文言で決めた方が実践できる、何ていうか確認できるから。で俺は言葉に変えてきた。僕はね、大人と子供っていうのでやってね、俺40の時のお母ちゃんに「よしよしよしみ」っつって「あんたそろそろ大人になりや」って言われて、まあ、2回目の誕生日の時は巻いたらね、もう言うたらしてるね、あ、その時に大人と子供って何やねんって思った。俺はで上の言ってるやつ持ってるのと同じぐらいリンクしてこう編み出したんやけど、今日もインスタだけだけど、子供っているだけでね、なんかね、ニコニコ口も割れたくなるし、豊かな気持ちになるし、笑顔になるじゃないですか。子供見てなんか、こいつ今俺にジージー言うたけど、こいつ俺の財産寝るとんかなと思うやろ。ん、5歳の唯一の孫あやと、ジージーって言って、こんな歌詞言ったら、それ見てこのあやとはひょっとして俺の財産目指しとんな、やばいやばい信用したらあかんなとか、そんな思わんやろな、じいじだ、おう何やみたいな、なあ何か買うたのかとかなんねやんな、そういうことやろ。そこに疑いはないよ、子供には。でしょ。だけどだんだん大人になってきた時に、人間ってこう言ってることがあって、ね、この言葉出してることと行動してることと全く逆のことを思ったりするやん。な、こうやって中村さん、中村の奥さんっつって、お天気いいですね、おはようございます、で今日もちょっと頑張ってくださいね、言うってこと入った時に、よしみあいつあかんでいやいやいや、大体大人って逆やるやん。だからこうお互いにな、なんちゅうの、疑い合うわけやんか、大人の世界らしいけど。それやったら俺40の時にもうええわって、もう俺無理やなって、大人になれへんって言った、思ってるけんこと言うとかな、もう無理無理無理、もう俺もええねんって、これもうそのまま子供いたろって決めてん。めちゃ楽になった、もう思ったことも全部だろうと思って、で口は下痢やとか言うな、すいません僕口下痢なんで全部言いますって。だけどだんだんね、年数経ってくると、今村さんもう20年経っても何にも変わりませんよねってね、今村さん言ってることはな全部ほんまやしな、いい香りか別として安心ですわ、逆にって、子供やんかそれ。だからうちのあやとがじいじいって言ってな、その時にこう俺の財産、ね、目指して狙おうとかなとか思わへんような、だから俺はもうあやとに近い今村よしみになってるわけやんみたいな、ちゃんと言って、いや俺はほんまそうね。だから俺、まあ、65歳、まあ、若干65歳だけど、もう全然ね、なんちゅうんかな、もうほんまに思ったこと言ってるから全然大丈夫だから、安心して信用しろ、英語の人としてマジでもうそれでもほどがあるよ。はい、次いますこれもまあ古い話なんですけど、まだ赤だよっていうのがあってな、それも15年ぐらい前に恵比寿でいつも泊まってるホテルがあってね、で朝走ってんねんか、もう15年ぐらい前やったら、ちょうど走り出したぐらいかな、もうちょっとかなとかな、で帰ってきたら交差点のところでね、赤ちゃんがベビーカー乗っていて、若お母さんいるんだけど、で俺がいて、で若い女の子が2人いて、赤ねん朝7時ぐらいかな、7時半ぐらいか、で赤はこう見て渡ってる、その赤ちゃんが、赤ちゃんっても5歳ぐらいかな、若の4歳かも、まあ、喋るこうベビーカー乗ってんね、こう立ち上がってな、まだ赤だよって言ってんだよ、ね、ほんでそのお嬢さんたちはこう下がってきて、そんで俺分かって、あそうやって赤信号な、渡っていいか悪いかみんなが知ってるわけやんか、3歳の子でも5歳の子でも、多分お母さんが赤渡ったらダメなんよって教えてんねんわ、
だから子供が思ったこと言うやんか、俺と一緒で、まあ、だからよっつってな、下がるやん。ということはみんな分かってるから、言われたらちゃんと守れんのよ、でしょ。だけど人間って分かってるけど、正しい、何が正しいか分かってるのに、自分のその時の気持ちとか、その時のなんか状況とか、その時のね、なんか気持ちの中で、その正しいことからそのごまかして自分の楽な方に行くのが人間やから、だからまだ赤だよっていうのを編み出しました。これね、これもそんなんもう相当たくさんのこと言ってますけど、実践しんかったらなあかんと思うねんか。まだ赤だよ人生になるやん、ずっと赤渡りまくったらあかんやろと思います。はい、次エッセイの方になりますね。このエッセイは僕65歳で一応あのプロに写真撮ってもらうの今年最後なんですよ。で最後に腹割って腹割ったのを撮って終わると思ってんだけど、その写真と今考えて今読むけど、このエッセイをこの写真の中にエッセイ入れたやつを本にして皆さんにあの戻ってもらおうかなと思ってんですよ。あのね、これね、あの大滝秀さんっていうんだけど、ダメだと思ったりまだやれると思ったりとね、俳優の大滝秀さんの言葉、そうよ人生はその繰り返しだっていうふうに、まあこれがまあエッセイなんですけど、大滝秀さんってね、あのチビでハゲでね、あのブサイクなんだよ、まあ、一般的には。で声はねダミ声なんだよね。ね、映画編でダミ声って俺みたいなとやかんやろ。ほんで俳優目指したんだけど、監督は大滝君って君はねもう声がダミ声だから無理だから諦めなさいって言われて、でも続けてやってセリフのない刑事役でね、出演して、その時のセリフないんだけど、そのもう危機に迫るねこの迫力、刑事としてのねこの見せ場を見た時に、誰か名忘れたけど大抜擢して大滝秀さんは俳優の道に入っていくのか。でもう名脇役やんか、なもう脇役の、まだ調べてください。なんかでその時にね、亡くなる3年か5年ぐらい前かな、インタビューがテレビだった、たまたまそれも書き留めたんやけど、で何かって言ったら、若い人に何か伝えたいことってありますかって、何を伝えたいですかって言ったら、うんって考えて、僕は俳優としてね、こうキリキリ舞いして苦しんでる姿をね見せることぐらいかなって言ったんだよ。すごくないですか、ね、もうその当時80歳になって70代のね名俳優でね、脇役の人間ね、僕はね役者としてねキリキリ舞いしてね苦しんでる姿をね見せることですかねって言ったんだよ。で俺はやっぱりね、そのもあったし、俺もやっぱ SBC の中でね結果出たとしてもね、やっぱりまだ苦しんで自分を高めとしてるなとか、組織なんとか変えたいなっていうこと思ってるなっていうねことほんまに思ってるし、俺はで感じたことは自分は親しいんかって意味ないし、その今日日田さんおっしゃったみたいにね、いろんなことを聞いてるけど、俺は一つでもいいからなんか実行せえって、俺もやってきたって日田さんも言ってくれるし、そのことも言ってくれるしってね。でもう一つはね、僕は才能ないけど一つ言うならば、諦めずに続けることぐらいかなって言ったんだね。継続なんだな。だからその時俺もうね、その10年の前、あもうだいぶ前やけど、だけど継続以上のねこう人間の能力ないんで、何にせよね続けられたらねなんとかなるから。だから俺は20歳で15年間で100にしたい、日本一になりたいと思って、まあ、45年目やけど、いろんなことに挑戦してるけど、あの途中で諦めたことないんで、それはバックボーンやし、それはどっかでやっぱ現れてくるし、言葉の端々だったり態度だったり、それはたまたま結果になってると思うから、それを伝えていきたいなと思ってます。もう時間なくなるか、あとざっといきますね。これ面白いですよ。努力は時間ではない、高い意識だ。毎日500回素振りをする、これは野球です。何も考えないと腕が太くなるだけだ。投げてくるピッチャーをイメージして、コースや球種
の仮説を立てて丁寧に振ること努力というっていうことなんですよ。つまりね、何時間練習したとか何時間勉強したかとかではなくて、スポーツでも例えばその姿勢が、この姿勢がいいのかとか、もうちょっと前に倒した方がいいのかとか、例えば首はこうなのかとか、いろいろ考えるじゃん。で、さっき言った工夫してどうしたらよくなるんだろうなっていうことを決めていかないと、やむぽんに頑張ったってなったら、ね、どうなるかって言ったらね、あんな頑張ったのにってなるんですよ、ね、あんな頑張ったのにこれ以上無理って言ってなるんですよ。ただ腕が太くなると一緒なんです。野球上手くなるために練習してるのに、ただ振ってるだけだったら腕は太くなるけど野球上手くならへんやん。だけど500回振ったことが答えやったらそうなるやん。でも振らなくなるやん。なんでか、結果出へんから。結果出へんのは工夫してないからやし、意味しないから。それだったらさっき言ったように工夫、反復、情熱を変えないと、同じ繰り返しそうなるからっていうことでしょ。次いきますね。風は見えない、しかし風のしたことはよくわかる。激しい風、爽やかな風、優しい風、穏やかな風がある。しかし風は見えないなんですよ。つまりね、よかったこれコピーするんで後で。つまりね、風は見えない、風は何かって俺考えたのは、風ってね、心なんですよ。人の心、人の心って見えないじゃないですか、ね、だけどいろんなその心があったとしてもね、だけど心見えないけど自分の心に照らし合わせたようなことが現象と起きるやんか。激しい風だったら台風やし、いろんな人にね、この力がね及んで、ひょっとしたら迷惑かけても分かんないけど、逆にこの台風のね、この激しいその風がいろんなことを壊していったけど、いろんなことでそこから再建の道が始まって、そこからね、村がね、国が良くなるかも分かんないし、分かんないじゃん。だから俺の心、皆さんからしたら俺の心分からへんけど、でも心の自分の風の通りね、表面として現れてるから、風は見えないけど風のしたことよく分かんなと思うんですよ。そう思った、あ、人間の心って風って考えたら分かりやすいなと思って。いろんな心のありさまってあるやん、それ何でもいいんだ。だけどその通りに現れてるから、風は見えないけど風のしたことよくあるって。だから今起きてることはみんな俺がやったんやっていうことにした方が分かりやすいでしょ。起きたことに対してね、もう帰られへんのに、さっき初めに言ったように何も悩んでも苦しみ一緒やからっていう、だから風は見えないにしました。これね、たまたまね、トライアスロンでバイクで練習するときにね、倒れたんだよね、左側に。で、こう倒れて、バンと当たって、こう、ずるっとなったから、で、その日にね、SPC の人が、スタッフさん連れて、遊びに来るっていうか、話聞かせてくれってことでね、来られる日やったんです、たまたま。で、大体ね、自分で誰か来られるときは自分でまあ2日とか3日、まあ時間よりますけど3日とかかけて、ほうれんのところのね、庭は自分で手入れするようにしてたんですよ、その当時ね。であと2時間残ったんですよ。でこうやってで、ほんでこう、それでも来る前にちょっとやろうと思ってね、その時こう思ったんだよ俺は。夏やったしね、抜きながらね、雑草この時期も抜いても抜いても生えてくるやんつって、俺もうこんなんやしなって、もうええやんつって言い訳しようと思って思ってんだけどね、こうそれでもやってて、そうかと思って、抜いても抜いても生えてくるもあるけど、逆に生えても生えても抜いたらに変えたらちょっとちゃうよなと思って、まずつまり問題って解決しても解決しても問題ってどんどん起きてくるからって言って諦めるのか、問題 OK ええやんって言って楽しみやって楽しもうぜって言って、どんな問題起きても
ずっと解決し続けたんねんって思うのは違うじゃん。だけど雑草は生えてくるの一緒や。問題ありすぎて当たり前やから、諦めるのか、何本生えても何本も起きても解決したんねんっていうことはその俺の気持ちの問題やから。でも夏は雑草生えんねん、それは変わらへんねん、変わらへんねんけど、そう思うことが大事だし、だから俺は常に今言ってるみたいに、あの最初に言ったみたいに何かを伝えたいなとか、あのうちのスタッフにとか若い人にとか思ってるから、そのいつも今自分が体験経験気づいたことを伝えなあかんな、伝えなあかん、伝えなあかんなって本当に思ってるから、その起きたことがその自分の中で整理整頓するっていう、もう習慣になってるから、で生えても生えてもを抜いても抜いてもに変えたりとか、抜いても抜いても生えても生えても変えたら変わるやん、同じこと起きてるけど、そう考えないと出てこないし、そういうのがなかなか俺のこれからね、その生きてきた証やし、なんかこう役割分担持ってるし、こんなことから考えてんだけど、あのね、その時々の勝ち負けに問題ないっていうやつなんだけど、これを今回やった時にね、思ったことで、例えば SPC のコンクールでもこの2位でもね泣いてる人もいるし ね全く論外で、ね、入ってなくて、昔なんかだったらあのこの地べたに置かれてるんだよ、負けた人のねウィッグって置いたでしょ。だけどね、ま、自分が作ったウィッグ負けてるんで、最後髪の毛持ってな、髪の毛持ってこうやって変える人もいるわけやんか。自分の作った作品髪の毛持ってこうやって、あかんかった今日も当たり前じゃんお前っつってね。とな、それ見た時に俺もそうやったけど、その勝ち負けじゃないんだよね、勝ち負けじゃないね、勝負で勝ち負けってあるけど、勝った喜びはね一瞬で忘れる人、負けたことは次の大会まで忘れへんかったら絶対強くなるな。たまたま努力もせず、たまたまタイミングで勝ったとしても、そうなったら喜ぶよ、ずっと喜ぶ。だけど努力して努力して取ったら、そのすぐ上目指すから一瞬喜ぶけど続かへん。逆に何努力せんと負けたら照れ隠しでウィークもどこやって、あかった今日もつって、当たり前だけど、やるだけやって、もし負けたらこの悔しさ忘れへんよ次までな。だから悔しさ忘れず、その負けたことに対する悔しさ忘れんと、勝ったことに対する喜びを忘れる人間は必ず伸びるやん、理論的に。だからその時勝ち負けじゃないね、喜びを忘れ悔しさを忘れない、そういうのがなんか理論と思うな。はい、次います。これあの今日もちょっと送ったんやけど、子供ってほらすごいやんか、いるだけで心和む。俺たちも子供の時あったからね、周りの大人を和ませていたはず、なぜかあったの。大人の中にいる子供たちと表現した画家がいるっていうね。これね、鉄舟さんちもいてね、あの随分前に、おしゃべりライブっていうので、この画家が俺が話して、でその画家がその後にこうバッグが持ってキャンバスになって、これもっと広いね、そこにこうやってなんか色もついてんだけど、あれですか、このバケツにあの色があるんですけど、こうやってね、あって後ろにこうやってこうやってこうって書く画家やるんですよ、ね、鉄舟さんって言ってね、で俺と一緒にコラボしてやった、俺が喋って彼が絵を描くっていう。でその人とね、コロナが明けたぐらいの時にね、でたまたま、Facebook とつながったから奈良でこうやってやってるっていうか見に行ったんだよね、うん、俺はその時にもう大変だったんだって、つまりそのコロナやしもうステージできないでしょ、
ね、古典とか見に来ないしみんなね大変だった。だけどなんかその応援してくれる人いるからやるなんかこう表現したいっていう、自分らは表現したからっていう話でね、で絵本を描こうと思ったらしいんだよね。で絵本を描いてあのその中で子供に見せると、そのアマビエっていうね、あの妖怪をね、妖怪がいてその疫病をねやっつける妖怪いるんですけど、アマビエがいたらコロナはもうなくなるのっていうことを聞いたらしくて、そこらも絵本描いたんだけど、で描いたんだけど描きながらね、そのテッシュさんはこう思ったらしいんだよね。これは子供に描くその絵本じゃなくて、大人たちの中にいる子供たちにこのね絵本を描きたいと思ったらしいな。これね、俺ねその時ねあーと思って、奥さんと3人飯食ったんやけど、もうなんかね涙出そうになってね、なるほどなって、子供の大人の中にいる子供たちってこのフレーズはもうすごいなと思って、で俺たちがその大人がやっぱりそのこう書いてるみたいに、子供の時の気持ちをね忘れずね、素直にね純粋にねまっすぐにね生きていってね、魅力的なやっぱ大人になれなかったらね、その子供たちはねやっぱりね豊かなならないと思うんだよね本当に。あの斉藤ひとりさんと一緒にやけど、あのまあ納税日本一何回もなってる人いるんだけどね、でその人ね、その中卒なんや、そうですもんな、その人も中卒でね、あの学校ね行くんだけどね、目が覚めたら行くらしい、目が覚めたら急いで行くの中学な、行ってみんな楽しましたらもう帰ってくるのな。お母ちゃんどう言ったか言ったらな、坊やって言えばよかったんだろうな、坊やって言って、坊やは本当にねあの学校向いては向いてないわねって言ったらしいね。あれだからそんな子珍しいから、坊やはね必ずあの成功するわねって言ったらしいんだよね、マジでな。でもう何もできんやんか、勉強嫌いやから、だから本を読み続けたらしいの坊やっつって、あなたはね得意なことが一つもないわねっつってね、だからいいのよっつってね、いずれあなたが得意なことを見つけたらすごい子になると思うよって言って、乳児になれると思うよって言ったらしいんで、お母ちゃんがすごいでしょ、ね、そういうことがやっぱり教育やから、やっぱりね僕はそのマルカンっていう会社やってんけどね、その反社を作って拡大してるんだけど、そのとにかく褒めるね、できると思うよっつって、大丈夫大丈夫っつってね、ついてるついてるっていうらしいのが、でそうやっぱりなんかそのそれぞれのこの経験してきたことがねマイナスであろうがプラスであろうが、それをどう生かしていくかというのか、最初ひとりさんはやっぱ褒められたとか認められたっていうことをそのままその次にステージしてるし、逆に怒られた怒られたなったらこの怒るのやめた方がいいなと思ってするやんか、この現象も何でもいいんだよ、生かし方やからね。でねこう言ったらしいね、あの考古学者になりたいって言ったらしいな、斉藤さんが。でも中卒やんか、甘えたら学校行ってん、勉強できんよ、頭いいけど本読んでるけど。ほんでお母さんこう言ったらしい、それもいいわねっつって、でもあなたはね多分ねあの商売やりなさい、そっちのもっと伸びるような気がするわお母さんって言ったらしい。でその時にね数年経って、斉藤秀さんは多分あの時母は僕は勉強してないから、勉強してなかったらその学生大学行ったりとかできないから、それ見切ってそうやって言ってくれたのかなというのだと思いますっていうことやから、だからどんな教育を受けたとしてもマイナスはマイナスで切り捨てたらいいし、プラスはプラスでいただいたらいいしって思うやんか。あれ誰だったかな、メロディー歌って誰だった、あれ玉木さんの歌があって、あんまりできよくなかったらしくて、でお母さんが何もなくてもお前が宝っていうねいうなフレーズがあるのが、
つまりね、何もなくてもっていうことはもうお金があるとかないとか関係なく、その母親にあなたは宝よって言われる勇気づけることないやんか多分な。でそういうのをなやっぱ聞いてると、やっぱりなんかそのやっぱりそんな感情の起伏がね、もう相当激しくて感性高すぎたから多分迷惑かけたんだろうなと思う親にも。だから何もなくてもっていうのは、そのお金があるとかないとかの何もなくてなのかもわからんなと思ったけど、この玉置浩二にお母ちゃんはこの子特に何も特徴ないし別にその才能あるわけないけどっていうふうな、何もなくてもお前が宝で言ったのか分かんないけど、そんなことをな歌聴きながら考え抜いたら頭おかしなんだよ。何もなくてちのお金がないことか、ひょっとして玉置浩二お前が何もなかったのかどっちや、聞きたくないな、電話しようみたいな、電話分からへんな、もうそれを気になるずっと考えてん今でも。あれさ、あれ向かった歌、お母ちゃんに言われた、そうそうそう、あの歌、へえ、はい。でこれね、これ最後で終わりますね。これ新年の挨拶誰か呼んでもらっていいですか、開けてください、もうこれで終わりますんで。新年の挨拶あるんでこれ読んでもらって誰か呼んでください、誰でもいいですよ、音読でお願いします。これ20年ぐらい前から毎年書いてるんですよ。はい、誰か音読してください。1月1日、はいどうぞ。え、もう全部読めます。当たり前やん、真ん中読んでおかしいもん。新年の挨拶、新年早々に大惨事能登半島地震となりました。いつ何が起こるかわからないですね。いつも同じことを皆さんに伝えていますが、改めて聞いてください。日本は人口減、少子高齢化により経済的に厳しくなります。老人タイプ日本と言われています。だから真面目に働いていれば老後は国が保障してくれる時代ではなくなると言われています。人口は確実に減少します。働き手はさらに減少します。老人が増えて若い人が減ると少ない人数で高齢者の生活を守るために働いている皆さんの納税や年金などの負担を大きくするしか手立てはないのです。だからこれまでのように真面目に働いていたら国が老後の保障をしてくれる時代ではなくなります。皆さんは理解できないかもしれませんが現実です。私はリーダーとしての責任があるのでこの現実を6年以上前から伝えています。現在は働きが不足しているので売り手市場求人数が多く就職候補者が少ないなどで働くところに困らず有利な立場だと思います。しかし様々な情報を得て要求したくなる気持ちも分かります。分かりやすく美容関係の仕事に絞って伝えと、サービス業はお客様にありがとう、また来るわねと喜んでいただく仕事です。お客様に認められる質と量が皆さんの生活の糧、収入となります。だから自分のために技術、接客、人間性、人柄や魅力などのスキルアップする必要があるのです。情報に振り回されて今やらなければならないことから逃げたら将来的に厳しいと知ってくださいね。よろしくお願いします。皆さんにとってどんな1年でしたか。年始に目標を書いてバックヤードに貼っていますよね。達成しましたか、できなかったですか。皆さんに知ってほしい一番大切なことは最後まで諦めなかったかです。どんな人でも新しいことに挑戦をすると生き生きワクワクします。その気持ちが続けば誰もが成長、成功します。理論的には簡単なことです。しかし実行は困難です。前に進むと必ず問題が起きます。思うようにならないと人間は環境や周りの人たちに責任、周りの人たちの責任にしたくなります。いや、無意識にそう考えるのも自然なことかも、当たり前のことかもしれ分かりません。でも何度も何度も諦めたり忘れたりしているうちに、夢も目標もない人生になることを知ってください。昨年掲げた目標ですが、 YouTube を始めた時に3人続けると決めていましたが達成しました。今も毎週土曜日6時にアップしています。よかったら見てください。
公演は年間30回程度でしたが、年間100回を目標にして進めます。トライアスロンは3回目の世界選手権を目指していましたが達成できなかったです。スパルタンレースは2年連続で世界選手権に挑戦しましたが、これも残念な結果でした。ベストボディモデルジャパンに出てジャパンファイナル出場を目標にしましたが、両国機関で開催されたジャパンファイナルのステージに立つことができて、いい経験と経験になりました。今年ですが、トライアスロンは65歳まで聖地であるハワイ島コナで行われる世界選手権を目指すと決めていましたから、ラストチャンスなので頑張ります。ベストボディもジャパンファイナルに挑戦します。会社としては終身雇用できる組織にするために進めていきます。 LINE スタッフが活躍できるように新しい業態に進出したいと思っています。皆さんも厳しい時代になります。自分の身は自分で守る意識を強く持って、逃げることなくさらなる自己成長を目指してください。お互いに前進しましょう。はい、ありがとうございます。これ、まあ、20年ぐらい前からずっと1月1日書いてるんですよ。で、なれかって言ったら、まず俺がトップなんで、今はね、自分が挑戦してるっていうことが大事だし、いうことによってやっぱり自分が逃げられない状態にならない、追い込まないとやっぱり逃げてしまうから、まあ、自分の成長のためにこれは書き続けていて、スタッフのみんなもこんな詳しく書かないけど、ちょっとまあ、例えばサイライズこうしますとか、タシミオレこうしますとか、なんか家建てますとかの感じで、もう一応達成してる。だけどそれはね、何が大事かっていうことはやっぱり自分なんでっていうので、これもこれ自分なんで、これまた読んでもらいたいんですけど、これでこれも多分20年経たないくらいで自分で決めた文章で、これ全部貼ってます。これ読んでください。これで終わりしますんで、誰か読んでください。はい、自分どんな人でも新しいことに挑戦すると生き生きワクワクする。そんな気持ちが続けば誰もが幸せになる。成功するはず。でも続かないのはなぜか。自分が思うようにならないと一生懸命環境や人の責任にしたくなる。いや、責任転換することで無意識に自分を守る。そんな風に心のバランスを保とうとするのは自然なことかも、当たり前のことかもわからん。最初の気持ちを諦めそうになった時、逃げたらあかんと思う。だから苦しむ。なんとか踏ん張る。でも最後にはそんな自分と向き合えないようになる。そして知らず知らずのうちに最初の気持ちや夢を諦めてしまう。忘れてしまう。何度も何度も諦めたり忘れたりしているうちに夢も目標もない人生になる。人生は全て自分次第。逃げたらあかん。はい、まあ、俺ではこれの通りに生きてるっていうことです。つまりそういうことなんですよ。だからそういうのはやっぱりちゃんと自分の指針としてしっかり持ってると伝えられるし、まあ、皆さん一人一人の中で何かしら感じてもらったことあったら、周りの人たちに今まで言ってたんじゃなくて自分の言葉で何かこう伝えてもらえると世の中は良くなっていくんかなと思うんで、頑張ってまいりたいなと思います。以上です。ありがとうございました。